ザスパクサツ群馬は日本の東ズ群草津町、前橋市を中心とする群馬県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するサッカークラブである。1995年に創設された東日本サッカーアカデミーに所属する選手を中心に編成されたリエゾン草津が前身であり、2002年にザスパクサツへ名称を変更。2005年より J リーグへ 加盟、2012年に、ザスパくさつ群馬へ名称を変更した。ホームスタジアムは、翔田醤油スタジアム群馬、練習場は、前橋重、増マスダ運動場、三連フットボールパークなどである。運営会社は株式会社ザスパで、2003年2月設立から2019年までは、株式会社クサツ温泉フットボールクラブという、称号であった。 クラブ名は、英語で温泉を意味する、スパとチーム誕生の地である、草津温泉に由来する。クラブマスコットは、2002年に誕生したともである。エンブレムは、草津町の前口諏訪神社にて行われる、伝統行事、前口の獅子舞をモチーフにしている。1995年に専修学校の東日本、サッカーアカデミーに所属する選手を中心として、編成された。 リエゾン・クサツが前身となる。選手の育成や将来の J リーグ加盟を目的としながら群馬県社会人、サッカーリーグにところ属していた。1999年に同アカデミーが閉鎖され、選手が4名減少したが、地元サッカークラブの協力を得てチームは存続。また、選手がクサツ温泉の宿泊施設などでアルバイトの圧線提供を受けて働きながら、 練習を続けた。2002年、ザスパクサツへ名称を変更。2003年2月、運営法人となる、株式解釈ツ温泉フットボールクラブを設立し、指導者として、元モンテリオ山形監督の植木茂春を招き、元日本代表の GK 小島信幸、元鹿島アントラーズの DF 奥野寮、右ラを獲得。選手が働いて得た収入を、クラブ運営費に充てた。 県リーグ一部を全勝優勝すると、都内 SC との入れ替え戦に PK 戦の末勝利し、翌年から新設された関東サッカーリーグ2部へ昇格した。2003年、関東リーグ2部で優勝。また、J リーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置の適用を受けて出場した第27回全国地域、サッカーリーグ決勝大会でも優勝した。 天皇杯に初出場したが、一回戦で、私立船橋高校に敗れた。この年は、鹿島や清水で活躍した、サントスが在籍していた。2004年は、日本フットボールリーグに参加して、年間順位は3位。また、J リーグ加盟を申請しており、12月6日の J リーグリン理事会で、J リーグ入会が承認された。第84回天皇杯は、 C 大阪、同年の J リーグ年間王者である、横浜 FM に勝利して、ベスト8へ進出した。2005年より、手塚里志が監督に就任した。J2 初勝利は、同年4月2日、同じく昇格組の徳島戦だった。3月5日の開幕後、初勝利まで約1ヶ月、5戦を要した。昇格初年度は最下位、植木が監督に再任した2006年。 2007年も会に低迷し、2005年後半には経営問題が浮上した。この間、リエゾーン、草津時代から在籍していた、坂井洋二が2006年にクラブを離れ、肺がんを患っていた、社長兼 GM の大西忠夫が同年6月に死去した。2008年まで植木が監督を務め、2009年は佐野徹2010年からの3年間は、 添島博が指揮を取った。2008年は一時期昇格争いに絡む時期もあったが、高田康則が離脱した終盤に失速した。この間の最高成績は2008年、2011年の9位で、最高地点は2011年の57。前述の高田のほか、中盤では熊、林慎吾や松下祐希、FW では、徳倉健良が活躍した。 トクラは2009年シーズンにリーグ2位となる23得点を挙げた。2020年2021年2012年4月3日、2013年2月1日からザスパクサツ群馬にチーム名を変更すると発表された。クラブを運営する株式会社クサツ温泉フットボールクラブによると、従来のチーム名だとチーム発祥の草津町のチームというニュアンスが未だに強く、 広く、群馬県に愛されるチームを明確にしたいとした。また、ザスパクサツ、群馬にしてしまうと、略称がザスパ群馬と略される可能性があるため、カタカナのザスパクサツとした。ホームスタジアムは、正田醤油スタジアム群馬である。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは、投稿目を参照のこと。練習場は、前橋茂、増田運動場。 三ンフットボールパークの三ングローバルセンター内に、開設、四季島公園などである。クラブ運営会社の株式会社ザスパで、株式会社草津温泉フットボールクラブの名で2003年2月5日に設立された。本社所在地は草津町に置かれているが、現在のフロント業務は、前橋市に置かれた事務所で行われている。草津温泉 FC の経営状況はの、 経営問題を発端として、工場的に不安定な状態にあり、2013年までに3期連続の赤字を計上。債務超過額は8700万円に上り、2013年のクラブライセンス審査において、クラブライセンス交付第一新機関から是正通達を出され、債務超過の解消に向け、今期損益見通し詳細を報告し、 J リーグの指導を受けること2014年度予算編成に、際し、J リーグの事前指導を受けることの2点が言い渡された。株式会社クサツ温泉フットボールクラブが、2020年2月1日付で、称号を株式会社ザスパに変更し、本店所在地を群馬県前橋市へ変更することが、公式サイトよりアナウンスされた。 2005年6月の経理担当社員による内部告発を発端に上記の不正が次々と明るみに出た。不正は社長の剣持博明の指示のもとで行われたものとされ、大西忠夫 GM の要請によって、剣持は7月26日に代表取締役を辞任。同年11月20日の臨時株主総会で取締役を解任され、代行の大西が 公認社長に就任した。剣持ちは不正の指示に加え、2004年7月頃から出張費の借り払い及び商標登録に関する費用として約400万円を着服していた。クラブは剣持ちの告訴も検討したが、着服金の全額が返還されたことを理由として、刑事告訴を見送った。同年10月18日、J リーグは、 草津に公式試合安定開催基金の適用第1号として5000万円を定理融資することを決定。同時に、熊まちよ常務理事と財務の専門職員が派遣され、経営再建が図られた。なお、草津温泉 FC は、スポーツ振興投票対象試合安定開催、特別会計からの追加融資を加えた、総額1億6000万円を2008年1月までに、 関西。また、草津町からの補助金500万円、及び、群馬県への使用料等未納金1730万円余りについても2005年12月までに返還、納付した。育成組織として、U-18、U-15、U-15 あずま、U-12 及び、U、U-15 レディースを有しており、U-18 は2006年4月に発足した。 また、小学生を対象とした、サッカースクールを参加しを設置している。なお、2012年3月までは、草津温泉 FC がアカデミーを運営していたが、2012年4月より、特定非営利活動法人ザスパスポーツクラブに、業務移管し、同法人が常日のアカデミーを運営している。またザスパスポーツクラブでは、年代別に運営カテゴリーを分けており、 U-18 を、強化部、U-15、あずまチームを含む、U、U-12 トレディースは、育成部、サッカースクールは、普及部が運営に当たっている。サポーターは、応援に湯もみを採用している。湯もみをする女性は、ゴール裏に、伝統的な湯もみのかすりの着物と、姉さんかぶりをまとって登場する。また、J リーグクラブは、 リーグ優勝など祝い事があった際には水かけを行うことが多いが、ザスパでは湯かけが行われる。J リーグ昇格決定時には、この湯かけが、選手、スタッフ、サポーター一体となって、草津温泉の湯畑で行われた。ザスパ草津群馬の決算は、次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009。 2010, 出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011,2012,2013,2014,2015, 出展、各年度の J クラブ決算一覧。2016, 出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014, 2015-2016草津温泉フットボールクラブに関するカテゴリー。ありがとうございます。